了解とは、歴史や文化継承に向かう自己を、自己限定する行為を指す哲学概念であり、ディルタイによって導入された。了解という語は、19世紀初頭以来のドイツにおいて、精神科学一般の自己反省や意義をめぐる議論の中で、歴史や文化継承に向かう人間の基本的なあり方を表すものとして、哲学的概念に高められた。そこでは、 自然科学における説明概念との対比が強調されている。ディルタイは文化継承を人間の心的体験による表現として捉え、それを我々は価値体系との連関において理解、了解すると考えた。そしてその際の半径が個人が自己の歴史を振り返って一つの統一的な意味を作り上げる自己了解である。了解の基盤は 個別的、個性的に実現している我々の生の普遍性なのである。ここにおいて自然科学の説明に見られるような客観的知識追求の態度は法的される。ハイデッカーはこの了解概念をさらに拡大し、これを気分とともに世界に関わる現存在のあり方、その自己遂行の基本的要態として捉えた。ハイデッカーにとっての了解は、 例えば道具の意味了解に見られるように、その使用能力をも意味するものとして、プラクティカルな性格を持つ。その点は歴史に関しても同じであり、歴史の了解は現在における世界定位というプラクティカルな性格を持つ。また、ガダマーの解釈学的反省は、この考え方をさらに発展させたものである。ディルタイの了解にとって、 力点が置かれているのは、観察主体による、心的再な内視構想力による他者の経験の再構成にあり、デカルト的個人主義が基調とされていたが、ガダマーは、この発想を離れ、了解の根底には、相違なる純巨枠の交流があるとした。すなわち、ガダマーにとっての了解とは、他なる存在様体に対する観察を通じてその他者の視座を、 把握することで観察者自らの自己認識を高めていく創造的過程なのである。社会学の分野では、マックス・ウェーバーがディルタイの批判的継承のもとに人間の行為の主観的意味の了解を目指す理解社会学を構想した。タルコット・パーソンズは社会的行為の構造の中でこの了解概念を取り入れている。また、批判理論の系譜においても、ユルゲン・ハーバーマスが ガダマーの知見を取り入れ、ウェーバーを部分的に発展させつつ、現代社会における了解と合意に関するコミュニケーション的行為の理論を追求した。すなわち、人間の活動に対する研究は、純粋に解釈学的ではあり得ず、法則論的でもあるとして、この二つの立場を開放的関心と結びついた批判理論によって媒介したのである。ディルタイ的な了解概念は、 心理学においても受け継がれており、了解心理学と呼ばれる。自己理解と他者理解の接続をめぐって、ミハイル・バフ・チンラによる批判がある。ありがとうございます。